竜王岳は、富山県中新川郡立山城にある、日田山無役立山連峰の山。標高は2872メートル。日本で38番目の高さの山である、富山県登山連盟の富山の百山の一つ。立山連峰に属する山で、室堂平からはその産業は見えないが、残下坂から竜王岳の岩峰が見える。 山の東西はどちらも小規模なカールとなっている。竜王岳と鬼岳の間にある有事状の谷は富山平野から見える氷河地形の一つである。黒部川川のカール帝では竜王池という小さな氷河湖があり、かつて一の腰山層でその湖水を利用していたことから山荘地と言われていた。現在の一の腰山荘の水源は竜王竹北川の設計である。 山頂は狭いが360度見える。縦山カルデラの崩壊地と黒部川の V 時刻などを見ることができる。三名になっている竜王とは、竜族の王で仏法を守護し雨を祈る本尊であり、かつては東山の山頂に、小山神社東社の竜王国者の勝者があった。祭人は天水分神と国水分神で天地の水を司る神である。 縦山カルデラにある古障の一つである、刈込池は、竜王の住みかとされ、伝説では、縦山海山の祖、佐伯木あよりが、上岸寺川の氾濫を沈めるため水害をもたらす三里、四方の悪竜やオロチを、縦山権限に祈ってすべてこの池に閉じ込めたという。1858年の大地震の水害以降は、縦山温泉に竜王だけから移動した、水上竜王堂があり、 刈込池の竜神に小と女を祈祷したとされる。五色が払いの重装路の途中に仮設小屋の雪解け質味のある分岐点があり、そこからすぐ山頂に着く。室堂からは約1.5時間の過程となる。ありがとうございます。